ミクルさん、若者のすべてが一番好きですって分かる。私も若者のすべてめっちゃ好き。昔すぎてもう、あれはもう俺じゃねえから昔すぎて多分あれですよ、その当時その現場でなんかほらなんか会ったこととか話したらきっとみんな喜びますよ。あ、みんな、なるほど、もうめっちゃ尖ってましたから僕はもう。めちゃくちゃお話はのやつですよね。そう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 、拓也と、そうですよね、もう拓也とこうなんかめっちゃなんか仲が悪いっていう風に、じゃあ拓也が俺を嫌いだってスマスまで言ったんですよ。ああ、そうだそうだ、はい、嫌いだったんじゃないですか。僕は全然嫌いじゃないんですよ、うん、僕同じ事務所に35年いるんですけど、その本当に小さい事務所だったんですよ、ね、その中でちょっと何かの間違いで売れてしまったわけですよ僕が。何かの間違いってことはないでしょ。やっぱり売れるって大きい事務所だったりとか、うん、そういうところはプッシュをしたりとか、はい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 、そう男性っていうのはやっぱりジャニーズが強いから、アイドル、うん、でジャニーズってねやっぱりみんなねいいんですよ、うん、すごくちゃんとしてるし真面目だし、僕この年になるとやっぱりジャニーズのお父さんをやることが多いんだけど、みんなめちゃいい子だし本当に真面目だし、だからやっぱり彼らは彼らのハングリー、やっぱりライバルが多いから、うん、だから頑張らなきゃっていうのはすごく真摯にみんな頑張ってる中 で、うんうん、で僕はその当時は大きい事務所の連中には芝居でだけは負けたくないっていう気持ちがすごい強く、まあまあ、尖ってた時の言い訳ですね。そう本当にこれだけ負けたら俺はもう何のためにここに選んでもらったんだみたいになるので、必要以上にちょっとこうツンツンしてたんですか？のはありますね、正直。あの頃ツンツンしててよかったと思います、うん、もうあの頃しかできなかったし、うん、もしそのツンツンで潰れたらそれまでだったし、うん、多分、うん、確かにそうですね、うん、世の中って本当に運と縁が全てだなと思ってて、うんうん、本当にそうですね。20映画監督あのね、もともとそうよく言われるんですよ、うん、監督やったら。でもね、監督って、うん、やっぱ自分が表現したものがなければやっちゃいけないと思ってて、うんうん、例えばじゃあドキュメンタリーでも何でも、うん、もうその情熱大陸みたいに、うん、じゃあ風林火山を1年間追っかけましたみたいな、うんうん、でじゃあもし追っかけたとしてね、今やってるじゃない、あのアベマさんとか、はいはい、やってくれてるじゃない、はいはい、でもあれだって正直言って綺麗な部分しか、まあ、見せない、ね、うん、まあまあそうですね、見せたい部分しかない、まあ、汚い部分があるっていうんじゃなくって、やっぱりこれは見られたくないっていう部分っていうのがそれぞれ選手にある、うん、ある部分とかも炙り出すようなものがやれたらそれは面白いだろうなって思うし、うんうん、実際じゃあすごい分かりやすく言えば、この試合で誰かがラストを引きました、うんうん、めっちゃ険悪な空気になりましたととかさそういうのって映画としてドキュメンタリー映画としてやったらそういうことやらなきゃもうほとんど意味がないので、うん、綺麗な部分だけやって、うん、はい仲良しちゃんちゃんみたいな、あ勝ってよかったね負けて悔しいねだけじゃ本当は意味がないと思ってんだけど、まあなんかそういうものとかね、うん、脚本書ければ自分にそういう力があれば多分あればもうとっくに書いてる、うん、俺の場合はそういう力がないから書けないなと思う。確かにあれもだって一つ の、 そのスキルというか能力ですもんね、うん、その脚本書くのだって。あともうアキちゃん映画になってるなってましたね、びっくりしましたよみたいな。でしょ、本当ですよ。中村栄太郎監督ってもう若手有望株ですよ。いいんですか私なんかでみたいな感じでしたけど、うん、ね、渚のリーチもなんかドラマ化するとかわけのわかんない。すごい、マジですごい。それはすごいじゃないですか。いや知らないよそれは。それみんなの思いね、思い思いが。確かにですよ。でもなんかその見てる方とか、まあツイッターとかね、その SNS とかですごいこう話題になっていっぱい売れたら、まあドラマ化とか映画とかとね、全然ありそうですけどね。宮沢さんが、ユーミンの旦那さんが。ああ、おいよ宮沢。萩原さんということで見せてもらおう。ありがとうございます。そうなのよ、よくね、セット付き合ってもらうのよ。あ、そうなんですね。そう、俺、そう、だから去年のかな、うん、もう、捨てる服全部宮沢にあげたこと捨てるか、捨てるっていうか、もうあのお風呂、もうほとんど、もうほとんど宮沢いろんな方にあげてますよね。でもね、サイズが宮沢と合うのよ。そっかそっかそっか、そうそう、はいはい、服のサイズありますもんね。本田さんにはあげないんですか。本田はね、あいつね、こんな体してるのあれ、あなんか筋トレしてるんですよ、ね、なんかジムの写真載せてましたね、だからね、あの俺写真みたいなそれも言ってんの俺はもうお前気持ち悪いんだよって
麻雀プロがね筋肉もりもりになりますとか言って、いや気持ち悪いなお前さ。でも筋トレってそのなんだろう、努力がすぐ目に見えるじゃないですか、うん、だから結構なんかその自信になるね。そうそうそう、うん、っていう言いますよね。いやなんかさ違うのよ、取り方がさ、うん、なんか俺かっこいいでしょみたいな取り方したんで、見てかわいいでしょみたいな感じでさ、写真載せるのかな本当にギラさんが寝てるとして M リーグ見始めましたって。まあでもそれはね、今後はまたなんていうのかな、違う形で、うん、増やしていかなきゃいけないっていうか、それは自分の重要みたいなものを自分なりにちょっと理解してるところがあって、そんな、うん、20代の頃、それこそさっき話したような頃はそれはスターだったかもしれない。でも今はもうスターとかそういうんじゃない、もう今はもう俳優だからね。今あの時こういうものがあったらまた違う自分がいたかもしれないし、だからその自分ができることって、あと残された時間、これ決まってるわけじゃないんだけど、必ず時間は限られてるはずなんですよ、だからその中で何ができるかっていうのを、まあ、全力で考えてやんなきゃなと思ってる。だから今年も来期も契約してもらったっていう中で、じゃあまた来期のこのシーズンで何ができるかなっていうのはね、常に試行錯誤してますね、そういうのがね、我々も気づいたら40過ぎてたんで、そういうことでしょ、本当にだからあと何年何十年やれるのかできるのかみたいなことを考えたときにやっぱ限られてますよね。だからまあ実際は自分たちみたいなのがいつまでもトップじゃダメ、業界は良くなっていかないわけですよ、そういう意味では、ね、その実力とか知名度とかそういう部分で、新陳代謝が必要ですよね。そう、じゃあでも若手がね、を出しゃいいのかって言ったら、またこれもそうでもないと。そうなんですよね、結構こうセンシティブに人を育てていかなきゃいけない時代だなとも思うし、やっぱりもうあと10年くらいかなそうね、でも変わらないね、君たちも本当に本当変わらん。いや田中達也さん、パブロさんからもいただいております。来期も来年の麻雀は面白いです、面白いですめっちゃ面白い、風林火山の麻雀も面白いです、そうです、ありがとうございます。あ、我々ね結構勝手にやってるんですよ。そうなんですよ、面白いですよくユニバースの方によく来られるんで、俺もね、インスタライブとかでもこう振りが来るわけ、はいはいはい、みたいな、いやいや、ポコチャじゃないから立ててやんねえよお前、何でもやると思うなよサービス精神旺盛だけど何でもやるわけじゃないんだからって我々めっちゃやってますめっちゃやってますよ、めっちゃやってますね